幸せなテディ。危険度レベル、へい。ボロボロの大きなテディベアです。ボサボサの毛皮で片目が欠けています。意思を持っていますが、自分が捨てられたということを知っているように、肩はくたびれていて動くそぶりはありません。首に巻かれているリボンには、かつての持ち主の名前が書かれていた形跡がありますが、擦り切れていて名前を読むことができません。このテディベアは持ち主に強い思いを抱いています。ある女の子の誕生日プレゼントとして用意されたテディは、たくさんのハグをもらい大事にされ、いつしか命が宿りました。しかし時が経ち、女の子は成長し、テディは押し入れの中で忘れ去られてしまいました。テディはあの楽しかったひとときを忘れられず、再び抱きしめられることを望んでいます。テディに対し修繕行為やハグをするなどで愛情を持って接してしまうと、テディはその人を新しい持ち主と認識します。テディは新しい持ち主に対して愛情を持って抱きしめてくれるようになります。もう二度と忘れ去られてしまわないように、離れないように、ずっとずっと抱きしめます。抱きしめすぎてたとえ持ち主の骨が折れようと、窒息死しようと、何時間でも抱きしめ続けます。